続いてご紹介するのは日系カナダ人3世のリンダ・オーハマ監督の東北の新月です。東日本大震災の喪失感や再生の希望を主題とするドキュメンタリー、岩手、宮城、福島の被災3県が舞台です。家族、悲嘆、沈黙と恐怖、伝統と文化などをキーワードとし、人々の内面に迫る真の愛の物語。新月も日々を重ねれば、やがて夜空に満月として輝きます。映画のタイトルには、困難の中でも月の満ち欠けのように必ず光は見えてくるとのメッセージを込めています。見えるものだけで満たされているわけではない。目に見えないものはたくさんあるけれど、真心というものを忘れることはできない。次の世代、次の世代と続いたのも、どこを受診するし、やってるうちに怖い。生き残ったからにはしなきゃないこと、それを自分の子供たちにも孫にも、この町の人たちにも、世界中にも。ここに入ったの今日初めて。ショック。悲しいな。本当は子供のことを何とかして守りたいけど、それをすることによって少数派になるのが嫌なんです。怖い。そう、怖い。我慢するものは我慢する。だから電気が足りなかったらみんなで節電する。それは多分自分の親からとか全部手作りをしてやったやつだから、日本人ができるから考えるんじゃなくてもう備わってるもん。その文化を、その東北のそういう魂を若い人に伝えていかないとダメ。そうすれば、それが伝わっていけば日本は大丈夫と思ってます。でもそれ耐えてきたんで、これから楽しいことしかないんじゃないですかと思ってます。難しく考えると今ここで生活できないような気がする。最後にご紹介するのは、庭付きの範博監督の任侯の受難。こちらもカナダ先行上映です。朝霞のかかった森の中で響く読経、旅の僧侶が半裸の女の死体を供養しています。少し離れた場所には斬殺された百姓の死体、そしてすぐそばに干からびた浪人らしき男の死体。そんな異様な光景の中で僧侶は経を読み続けます。その昔、延明寺という寺に任侯という僧がいました。誰よりも熱心に修行に励む僧侶。任侯はなぜか町の女に異常に好かれます。無論僧侶にとっては女は重罪。ある日の夕暮れ、任侯は能面をかぶった女と行き合い、その魔性を開花させてしまいます。主演は辻岡正人。浮かぬ顔をしておるぞ、任侯。さては、托鉢に行きたくないのだろう。いえ、決してそのようなことはございません。任侯様。
以上に勤勉なそうなどおるまいよ。拙僧はまだ修行の身。運命寺の陰頭坊主、いい加減なことを申されるな。山女、ごぼうもいずれこちらに来る。おやめください。お前まことに人か。はい、今回はバンクーバー国際映画祭で上映される日本の映画をご紹介しました。皆さんは何か見てみたい、興味があるという作品はありましたか？私はリンダ大浜監督の東北の新月を見てみたいと思いました。年に一度日本の新作や話題作を見れる絶好の機会ですよね。もうぜひご家族やお友達を連れてご一緒に映画館へ足を運んでみてください。